じゃん、アンパンマンゴーが帰るお家を作っていこうね。まずはこの紙から部品を取り出していくよ。じゃん、こんな感じでたくさんの部品ができたね。これをこんな感じで折り曲げていってあげて、お家の形にしていくよ。あ、バイキンマンがいたね。そしてこっちの方にはドキンちゃんもいるよ。あ、コキンちゃんもお花に水をやっているんだね。よし、こんな感じで立体的な形にしていったよ。そしてこの部品だね。この部品をこんな感じで、これは煙突用の、これをこうやって、よいしょ。この中に入れてあげて、そしてこんな感じで筒状の部品を、よいしょ、作っていくよ。よし、こんな感じで、いいかな。そしてこれ、3番と4番っていう番号が、あ、ここにあったね。ここのところに内側から、よし、外側に、こんな感じで取り付けてあげて、そしてこれがお家の窓だね。窓になるんだね。こうやって折り曲げていってあげて、この番号が合わさるようにはめていってあげて、そしてこっちを見るとこんな窓の部品ができたね。そしてこれは窓用のくぼみだね。これもこんな感じで、こうやって穴から部品を差し込んで、そしてこれは9と10だね。9と10は、ここだな。ここのところに、こうやって、内側から、よし、これでいいかな。それじゃあ、ここのドアの部品、これかな。これをこうやって、また同じように折り曲げていってあげて、そして、こうやって、筒状の部品にして6と7だね。6と7だから、こうやって入れ込んであげて、よし、これでいいかな。よし、それじゃあこの真ん中のところにこの部品だね。この部品を入れていくよ。この11と11を合わせてあげて、こうやって、よいしょ。そしてホラーマンがいるんだね、窓のところに。バイキンマンたちのお家みたいだね。そして、こんな感じで、そこのところも合わせてあげて、そしてこっちの壁にはカビルンルンがいるね。そしてこうやって屋根を取り付けてあげて、これでバイキンマンたちのお家、じゃん。そしてこんな部品もあって、こうやって取り外していって、これがドアかな？これがドアになって、こっちの方が窓かな？そして、こんな部品もあって、この窓の部品の後ろ側にこうやって取り付けてあげて、そして、この窓の部品のところに、またこうやって、取り付けてあげて、そしてドアのところもこんな感じだね。じゃん。そしてこのアンパンマンの大工さん、このトンカチでこのドアのところを、この向きだね、こうやってトン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 ってドアを取り付けていくよ。
ここにちょっと隙間ができちゃうね。これはドアの部品じゃないのかな？煙突の方なのかな？ちょっと入れ替えて、こっちの方をこうやって取り付けてあげて、そしてドアの部品をトン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 ってやってもらったら、あ、これで隙間がなくなったね。それじゃあ、こっちの方は、こうやって、そして、煙突になるんだね。こうやって、トントントントーンって打ち込んであげると、ここのところに隙間ができて、煙突になったよ。そして、ここに窓だね。窓の部品を、こうか。この向きだね。よいしょ。形を合わせてあげて、じゃん、バイキンマンに今度やってもらおうかな。バイキンマンにトン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 、よし、これで全部完成したよ。こんな感じのバイキンマンのお家。ここにアンパンマンがアンパンマン号に乗って、食パンマンたちもいたね。遊びに来たよ。